武井さん的には日ハム今シーズン何位予測ですか？どんな戦いをしてくれそうですか？そうだね、スピーディーな足とやっぱ機動力を生かした、そして幅広い守備範囲とかキビキビした若手がすごい多いんでね、すごいクイックなスピードとかね、個の能力をたくさん発揮したね、ちょっと選手たちの名前と顔をつい覚えたくなるような、そういうなんかエンターテインメントな野球をしてくれそうだなっていうふうに思ってます。予想順位どうだろうな、 A クラスとだけ言っておきたいと思います。はい、A クラス A クラスです。